金村さん、関東連合の奴らにうちの島から手を引くように言ってくださいよ。あ？てめえいつから俺に意見できるほど偉くなったんだ。こら、金村隆弘は関東連合の OB であると同時に、後に闇金の利権関係で関東連合と敵対関係となる新宿ジャックスというチーマー集団の初期メンバーでもありました。まあまあ、こんなとこで喧嘩すんねや。なんなら俺が関東連合とジャックスの間に立ってるか。ああ、誰だてめえ。山口組の組員さんだよ。今回は俺たちジャックスの方についてくれるらしい。これで関東連合ももう後がねえな。うや、あ、何すんだこの野郎。てめえ聞いても違ったのかよ。ヤクザでも何でも連れてこいよバーカ。関東連合は山口組の看板にビビるほどヤワじゃねえんだよ。2008年頃、新宿ジャックスの当時のリーダーだった木村兄弟は、同チームの OB で創立メンバーの一人でもあった金村と激しく対立し合っていました。よう金村、今までの借りを返してもらいに来たぜ。お前らジャックスか、それとも山口組の、どっちだと思う。ま、そんなこと今から死ぬお前が知ったところで何の意味もねえけどな。木村兄弟やヤクザの構成員といさかいを起こした数日後、金村は西新宿で金属バットを持った集団に襲撃され命を落とします。金村をや絶対に許さねえ。行くぞてめえら。見立て新一は暴走族、英副長ブラックエンペラーの元総長で、現在の半グレ組織としての関東連合の枠組みを確立し、闇社会において絶大なる力を誇っていた関東連合初代リーダーです。は？こないだクラブでボコした男は金村をやった犯人じゃなかった？はい、あの男はジャックスとも山口組とも何の関係もないただの一般人だったみたいっす。見立てとその仲間は西新宿襲撃事件で命を落とした金村隆弘の仇討ちのために被害者の男性を襲撃したのですが、なんと彼らは人違いで何の罪もない男性を金属バットで滅多打ちにし、その命を奪ってしまったのです。そしてその後、見立て新一は逮捕を恐れフィリピンへと国外逃亡。事件から5ヶ月後の2013年2月22日には国際刑事警察機構を通じて国際手配もされています。くっそ、もう日本には帰れねえ。まさかこの俺がこんなつまんねえポカこいて警察から逃げ回る羽目になるとは。しかし見立ては現在もその身柄は拘束されておらず、現在はフィリピンの反政府組織にかくまわれながら捜査の目から身を隠していると見られています。伊藤リオンは2010年11月の西麻布のとある飲み屋にて、歌舞伎役者として知られる市川海老蔵さんに怪我をさせ、その後傷害容疑で逮捕起訴され刑務所へと収監されました。よく真面目に刑期を務め上げたな。もう刑務所になんて戻ってくるなよ。し、わざわざ言われなくても二度と戻ってこねえっつうの、こんなカビくせえとか。ああ、自由になれたのはいいけど、俺が無所に入ってる間に見立てさんは国外逃亡、俺が一番慕ってた石本さんも逮捕されちまって、まさかあの関東連合が今やほぼ壊滅状態とは。伊藤リオンは海老蔵さんの件で刑務所に収監されていたため、六本木クラブ襲撃事件には参加しておらず、殺人事件の片棒を担がされることだけは何とか逃れています。しかしその六本木クラブ襲撃事件により、チームのトップや主要幹部のほとんどが逮捕されてしまったことで、関東連合は事実上の解散に追い込まれてしまうことに。それにより行き場をなくした伊藤リオンは刑務所から出所後、六代目山口組大同会傘下のヤクザ組織に身を寄せることになったのですが。お前は今日限りで破門だ。なんでですか。任せたしのぎもろくにこなせねえし、反省して次に生かすならまだしも、泣き言や言い訳ばっかで成長も全く見えねえ。ヤクザってのは慈善事業じゃねえんだ。使えねえやつをいつまでも置いていくわけにはいかねえんだよ。くっそ、
俺だって関東連合が潰れてなけりゃ今頃は。石本太一は2010年に起きた海老蔵事件への関与から世間に広く知られる存在となりました。しかしその時は弟分であった伊藤理音がその罪を被ることで逮捕を免れ、以降は総合格闘技のジムの経営、ファッションブランド運営など様々な分野で実業家としての活動を展開していたようです。え、三立さんが俺を？ええ、金村さんが新宿ジャックスの奴らにやられた件で何か大事な話があるとか。わかった、すぐ行く。三立さんにもそう伝えといてくれ。今六本木のクラブに金村をやった奴が来ているらしい。お前下の門何人か連れてぶっ殺してこいや。はい、わかりました。しかし石本は2016年の六本木クラブ襲撃事件に実行犯の一人として関与し、その後傷害と殺人の容疑で警察に逮捕されています。そしてその結果、被告石本太一に懲役15年を言い渡す。15年だと？少なくとも2031年まで刑務所に収監されることが確定しています。現在は未だ刑務所に収容されていますが、判決を不服として再審請求を行っているそうです。川名剛は腕力よりも頭脳で勝負するタイプのアウトローで、10代でヤクザ組織の松葉会に所属。同時期に暴走族三軒茶屋グレン隊の旗揚げにも加わり、その頃から外国人闇勢力と交流を深め、独自のネットワークを築き、若くしてリムジンを乗り回すほどに闇社会の住人として大成功を収めていました。おい兄ちゃん、ここにいるホステス全員にドンペリを一本ずつ入れてやってくれや。いいの？もちろんさ、金なら腐るほどあるからな。しかも2012年に関東連合が壊滅状態に追い込まれると、川名もその闇社会への影響力を急速に失っていきます。関東連合の見立てや石本に殺人容疑で逮捕状が出されたらしい。だとすると川名が殺に目をつけられるのも時間の問題だな。川名の処遇はどうする？関東連合ででかいバッグを失ったんじゃ、今までのようなしのぎにも期待できねえぞ。仕方ない、うちの組まで殺に目をつけられちまう前に用済みの川名は処分しちまうか。そうだな、それがいい。川名は2015年に泥酔してタクシー運転手といさかいを起こし警察に逮捕されて以降、現在までその消息を完全に絶っています。噂ではヤクザ組織に処分されたとか、関東連合の敵対組織に命を狙われどこかに隠れ住んでるなどと言われていますが、その真相は不明です。田丸大は日本最大の暴走族ブラックエンペラー OB を中心に多くの暴走族チームで結成された関東連合 S52 世代の中心人物の一人。田丸、お前本当に六本木クラブ襲撃事件には関与してねえんだな。もちろんです。俺はもともと見立てとは昔から折り合いが悪いですからね。あいつが率いていたグループとは距離を置いていましたんで。そうか、ならいいんだが。だが気をつけた方がいい。あの事件は見立てたちが新宿ジャックスや山口組の関係者を狙って起こした事件だそうだからな。確かに今は住吉会が山口組と和解したばかりで一番デリケートな時期だからな。そしてそんな状況の中、田丸は自らの命を守るためにある決断をします。お前田丸か。なんでお前がこんなとこに。決まってんだろ、出頭しに来たんだよ。さあ早く逮捕してくれ。この田丸の出頭は自らの命を狙う者たちから身の安全を確保するための最後の手段だったのではないかと言われているようです。かつて関東連合英副長ブラックエンペラーのナンバー2だった松島茂は、関東連合脱退後松島クロス名義で大人のビデオの監督としてデビュー。しかしそんな松島も完全にアウトローの世界から足を洗っていたというわけではないようで。この落とし前はどうつけてくれるんだ？どうって
どうすれば許してもらえるんですか。決まってんのろ、金だよ金。そうだな、今回だけは100万で許してやるよ。おっと、お前いい時計してんじゃん。それももらってくぜ。ああ、俺のロレックスが。2018年、松島は自身の知人が代表を務める芸能事務所に所属していた女優に別の仕事を紹介しようとした会社役員の男性に因縁をつけ、渋谷区の飲食店で現金100万円と250万円相当の腕時計1個を強奪。その結果警察に逮捕され、それまで必死に築き上げてきた名声や自ら立ち上げた大人の DVD メーカー株式会社クロスワールドの社長の座を失ってしまうことになりました。ウリタさんは少年の頃より都内では有名な不良であり、10代の頃から10年間にわたりヤクザとして活動していました。そんな彼は刑務所に服役していた際、5500人が参加した刑務所内の文芸コンクールにてマザーと題して発表した小説が大賞を獲得します。まさか本当に賞状をもらえるなんて、こんな俺にも他人に褒めてもらえるようなことができるんだ。この出来事をきっかけに、ウリタさんは裏稼業から足を洗い、出所後は本格的に作家としての活動をスタートさせます。現在は名俳優として有名な宇梶剛士さんも、10代の頃は関東連合の暴走族チームの一つであるブラックエンペラーの7代目総長を任されるほどの伝説的ワルでした。おい、なんで泣いてんだよ。チャップリンは俺なんてお呼びもつかない苦労をしながら5歳の頃から舞台に立って家族のために働いてたのに、俺はこんなところで何をやってるんだ。ああ、チャップリンの自伝を読んだのか。お前って意外と感受性の高い男なんだな。チャップリンを見習えってわけじゃないけどさ、お前も案外俳優に向いてるんじゃね。この時のチャップリンとの自伝との出会いをきっかけに、宇梶さんは暴走族を抜けることを決意し、出所後は錦野明さんの付き人としてそのキャリアをスタートさせます。俳優のなり方がわからないから、とりあえず有名人の付き人になってみたはいいけど、本当にこれでいいのかな。おい、お前だよ、そこのでかいの。はい。うわ、菅原文太だ、本物。おお、見れば見るほどでかいな。なんだお前、プロレスラーか。いえ、僕はミュージックショップの使いのもので。ミュージックショップ？ああ、錦野くんがいる事務所だな。じゃあ、歌い手か。いえ、本当は俳優になりたいんですが、何方がわからないので、錦野さんの付き人を。ああ、そうかい。ああ、やっぱり本物の俳優はオーラが違う。俺もこんな人のそばで芝居の勉強ができたら。ああ、もしもし、錦野くん？お宅のでかいのもらっていいか？おお、そうか。じゃあ、遠慮なく。え？ということで、いいな。はい。この日以降、宇梶さんは、菅原文太さんの付き人となり、厳しい下積み生活を続けながらも、着実に俳優としての道を進み始めます。榊原正幸は、漫画、闇金牛島くんに登場する、ガクト三兄弟のモデルになったとも言われる、伝説的アウトロー兄弟、榊原三兄弟の長男です。そんな榊原は、2003年に渋谷バイク通り魔事件と呼ばれる、バイクに乗った男が面識のない5人の通行人に次々と切りつけて逃走するという特異な事件を起こし、刑務所に収監されます。そしてそんな榊原も、現在はアラフィフになり、今では少しは落ち着いた人生を送っていると思いきや、このビルの持ち主もラッキーだな。俺様の作品をタダで書いてもらえるんだから、ありがたく思うよ。榊原は、自称、グラフィティアーティストとして30年以上の長きにわたって、渋谷区内の建造物の壁などに落書きを繰り返しており、2020年には、器物破損の罪で逮捕されています。ここまで行くと、アウトローというよりは、ただの老害という気がするのは私だけでしょうか。吉村亮介は格闘家の山本キッドさんと喧嘩して拳銃を突きつけたり、格闘家道場、飛車角道場を襲撃したなどの逸話を持つ伝説的半グレで、
現在は稲川会三本杉一家に所属するプロのヤクザです。しかしそんな吉村にはもう一つの裏の顔、いえこの場合は表の顔と言える一面があります。どうだったゼブラ君、今日の俺のパフォーマンスは。そりゃもう最高でしたよ。観客もめっちゃ盛り上がってましたしね。そうだろうそうだろう。それは日本初の DJ ヤクザ、 DJ リメリメという音楽家としての顔です。次のイベントじゃあゼブラ君にはツタンカーメンのコスプレをしてタコ踊りでもしてもらおうかな。え、僕が？あ、なんか文句でもあんのか？いえ、ありません。しかしその人気は自らの腕力でパシリ化したキングギドラのゼブラさんの知名度によるところが大きく、音楽ファンたちからはその実力には大きな疑問符がつけられているようです。関東連合は8代目宮前グレン隊で副総長を務めていたのがこの大竹正文さん。副総長兼特攻隊長として名を馳せた大竹さんは凄まじい喧嘩の強さを誇り、当時は都内最強の喧嘩師なんて呼ばれていたそうです。しかしそんな大竹さんも18歳の時に刑務所に入ることになり、出所した21歳の頃にはこれまでの悪行を改心し、プロボクサーとして生きていく道を選択します。そしてプロボクサーとしての活動を続け、2016年には日本ランク入りを果たし、2人のお子さんにも恵まれた現在では、若い頃はアウトローだった大竹さんも今や2人の息子を持つ良き父親となっており、子供の成長を綴るブログが人気になったりと、現在ではいい意味で世間の注目を集めているようですね。古山義邦は海老蔵事件の現場となったラウンジバーの経営者で、西のガーシー、左の古山と呼ばれるほど、そちらの界隈では有名なアテンダーでもあるそうです。そんな古山は2011年に自ら命を絶ったタレント上原美優さんの死にも関わっていると噂されていて、来週港区のホテルで俺の知り合いの社長たちがパーティーをするんだ。お前そこに出向いてサービスしてこい。もちろんあっちのサービスをな。え、嫌です。あ、なんだと？断るなら俺が持ってるお前の恥ずかしい写真を週刊誌にばらまくぜ。それでもいいって言うんだな。もう嫌。この先もずっとこんなことを続けていかなきゃいけないならそのこと。また古山はニュースの山下智久さんに未成年の女性をアテンドした上、その証拠写真を週刊誌に高値で売り飛ばしたりといった悪事も働いています。宮前グレン隊8代目の代のメンバーであった桃井聡はチームを脱退した後、チューペッツ桃井という名義で大人のビデオの男優として活動していたのですが、覚えてないな。こんなやついたっけ。暴走族現役中にパッとしなかったものに限って成人後に急に悪くなったり威圧的になったりする。こいつも多分その一人だと思うよ。と当時の主要メンバーだった人たちからは顔も覚えられておらず、関東連合在籍当時はミソッカスもいいところだったみたいですね。そんな桃井は2013年7月に府中市にあるスナックで30代の男性を脅して逮捕されていますが、実はその脅した相手が関東連合関係の組織の関係者だったとか、何人もの関東連合 OB からお金を借りて逃げたとか、様々な要因が重なって、かつての仲間だった関東連合の元メンバーたちから目をつけられることになり、桃井は現在その消息を絶ってしまっているそうです。柴田大輔は工藤昭雄のペンネームで関東連合関係の暴露本をいくつか出版しており、時折関東連合がニュースなどで取り上げられる際のご意見番としてメディアに出演したりもしていました。実はみんな見立てくんのことが嫌いで、田丸が警察に出頭したのには実は裏の事情が。しかし柴田さんは関東連合の闇を暴露したことで関東連合の OB たちからの命の危険を感じるほどの脅しを受けることになり、徐々にその精神を病んでいきました。そして2021年11月、柴田さんは変わり果てた姿で自宅で倒れているのを訪ねてきた知人に発見されます。ちなみに関東連合は2003年に
事実上の解散状態となっています。そのため、現在の関東連合という呼称はあくまでも形式上のもので、2000年代から2010年代にかけて、六本木周辺などで発生した様々な凶悪事件に関わった OB たちのことを指しているんですよ。中には、あの人も関東連合だったの?って驚くような人もいたな。その現在もまさに十人十色で、なかなか興味深い話だったぜ。